こんにちは、どうも。あ、串持ってくる忘れた。どうも、こんにちは。やっほー、やっほー、こんにちは。おやつタイム。本当におやつ食べようかなと思って持ってきました。でもお茶をつぎますね、まずは。あと新しいリップを見せたくてこっちを塗りました。このめっちゃよくね、可愛くないですか、色。これなんかマットな方のリップなんですけど、さっきメイク完成した割にはいい美女に仕上がりました。今日本当にマジパーカーダボダボソファーから動かん女だったんですけど、さっきスイッチを入れました。あのネットフリックスで今日はファーストラブを初めて、ファーストタイムだね、見始めてみました。まだ2話目ぐらいなんですけど、ええ感じ。メッカはやったね、イエイイエイ。グラスもプチプラのを変えていい感じ。どうもどうも皆さん、こんにちは。寒すぎて暖房効いてるって感じなんですか。めちゃめちゃ寒いんだが。トゥトゥルトゥルトゥトゥルトゥルン。サブサブサブだよ。かわいいやったね。新しいリップ買ったしね。あとなんかもうタワーのお礼もう早くしないとって思って、なんか新しいかこんなのを買ってみた。なんか黒板みたいなやつなんやけど、これで描けるらしい。すごくない？試してみたいなと思って。3人にねタワーのお礼してなかったんですよ。これしようかなと思います。すごいよね。ちょ、描いてみるね。めっちゃね描きやすいっちゃん。しかもこんな感じで描けるんです。めっちゃいくないこれ。なんか分からんけど、黒板的な感じの、ここちょっと歪んだので歪んだ、なんか消したいとこは水拭きで消せるの。うわーすごい。消えすぎちゃったよすごいよね、リアル黒板。簡単に消せます。ほらここ消した。よっ、こんな感じ。おしゃれなカフェにあるやつ、カランコロンって感じの楽しいやんと思って。この前のタワーのお礼9日と10日にね来てたのでね、したいと思います。おー描きやすいやん。いいねいいねいいね。とうんとっと、あ、タワーのお礼のために描きました、買いましたこれ宣伝もね多分いいと思うんですけど、後ろに描けれそうだしね、なんか出っ張りとかあったらこうやって。今からお礼をね描きたいと思います。とで消えそうやね、下の方ね。手でも消えるねこれ、水拭き線食ったって。看板娘と、何しようかな。
めっちゃ書きやすい。これは2023か。2023年1月9日のタワーなので9日って書いておきますね。できたん。あ、これ消そう。一旦テロップ消そう。バリ腕まくりしてバリガチすぎる。よいしょ。よし、まずは竹まつるさん、ありがたわでした。あ、服と合うね。黒い服と白黒だね。めっちゃイエーイ。テロップ消せてなかった？消せてなかった。消します。イエーイ。成人おめでとう。ありがとう。ショート、ありがとうございます。ビヨンビヨン、おじき、ありがとう。爪かわいい、ありがとう。思ったよりピンクすぎるっちゃけど、まあいいかと思って塗ったやつ。発色良すぎてね。これやっぱ全部一回消した方がいいのかな。なんか空拭きでも取れそうだけど取れそうだけど。ラン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 。おー、いいね、すごいよ。すっきりって感じ。ほいさほいさ、よきよ。ちょっと乾くの待った方がいいか。ティッシュも、ティッシュこの部屋あ、あるか。ティッシュで拭きたい。あった。あ、いいね。でもね、残りの2人の方お礼書きたいけどいないと思うんだよね。後日にしとこうかな。後日にしときたいと思います。じゃあ宣伝でも書いときますか。次はうん、宣伝はあれですかね、やっぱチェキですかね。オンラインチェキ試しに書きますね。あ、いますか。もういた嬉しい、いた、よかった。今ピカピカになったので書きたいと思います。いた、嬉しい。やっほいたのね君。これ枠から書かない方がいいな。これで行った方がいい。あ、よかったちょうどいますかも。仕事で、仕事中ありがとうバレないように。キュッキュ言うね。よいしょ。2023年1月9日。じゃ囲み方を変えるか。
わ書きにくい、こっちから書こう。ラン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 、オッケー、書けやした。仕事中の方がいっぱいですよね、ありがとう、合間に来てくれて。では萩さんこちらです、ありがたわでした、ありがとう、イエーイ。お仕事中ありがとう、イエーイ。ありがとうございます。撮れたかな、ありがとうございます。こちらこそビヨンビヨン、お辞儀ありがとうございました。私も在宅中、みんな在宅とか本当のお仕事場とか いっぱいいるのね、ありがとうございます。平日だしね、ありがとうございます。うれしいです。職場の人と一緒に見とる？どうも ST48 2期生のみほりんこと田中美穂です。いつもお世話になっておりますお世話になっております。職場で田中美穂を広めてください、よろしくお願いします宣伝にひひ、みんなも職場で広めといてください、よろしくお願いします。私の僕の推しメンなのって言っておいてください。うん。恥ずかしいね。変なこと言ってられんね。出先で見てます。ありがとうございます。よし。いいよ、こらせ。多分お一方はいないかな。今度書こうかな。俺メモしてるので名前は。オッケーということで、おやつの時間。私がね、お昼ご飯いちごだけで足りるわけないですよね、私大食いなのでてか普通の人も足りんか、いちごだけじゃさすがに。結構大きめのいちごだったけど、ちょっと犬にもあげたのでね。そうで、足りるわけがないのでここにおやつを持ってきました。あとお茶もついでに、これ今日はこれついて、可愛いコップ見つけたのでね、おやつを食べていきたいなと思います。今日のラインナップ、あでも少ないよ少ないよ。今日のラインナップはこちら、じゃん、これこの前初めて買ってめっちゃ美味しくて、もう一袋目買ってしまった。こちら午後のつまみだね、つまみだね。普通のつまみだねはなんかあのめっちゃおつまみって感じのやつが入ってるんですけど、こちらはなんか甘いのとかが入っとる。これ美味しいじゃん。これなんか大袋でこの小袋がいっぱい入ってるんですけど、これめっちゃ美味しい、おすすめです。甘いのもしょっぱいのも入ってる。そして私はタケノコ派なのでタケノコの里。ただね、実はね、なんかウォーキングがてらスーパーに行って、スーパーに行くとこういうなんか大袋のさお菓子めっちゃ美味しそうに感じるっちゃんね、買ってみた。こんな感じです今日のおやつ、あ、初見さんどうもこんにちは、ST48の2期生みほりこと田中美穂です。今からおやつを食べるので、皆さんおやつ一緒に食べる方はぜひ食べてください。食べていきましょう。ここにね机もあるけんね、うん、机もあるしいい感じだ。きのこもね入っとうよ、大袋やけん。どっちも好きやけど、たけのこ派かな、選ぶとしたら。のたけのこ、たけのこを食べよう。手拭こう、手を拭いて。お菓子買ってこよう。お、いいじゃん。もう私食べ始めちゃうけどいいいいかな。よしよし、ということで
おやつ食べていきたいと思います。いただきます。おやついただきますって言うか、食べるときはいただきます言うか。たけのこの里めっちゃこれ秒で終わる数だけど美味しい。少ないよねこれは普通に。まあ早めの夕飯を食べようかなと思っとるけん、こんぐらいにしとこう。おやつタイム開かない開かないな。開いた。おやつタイム、たけのこ、うん、大好き。たけのこ、きのこも好きだけど、うん、ふん、5個入り、1、2、3、4、5、5個入りです。正解、すごい。うまいよ。チョコ食べたかったんですよ、なんかすごい。でなんか板チョコを買うって迷ったけど、たけのこの里が目に入ってきて買った。うん、ふん、うまいです。みんなは仕事中かな。お昼寝タイムとかおやつタイムとか、うんうんうん、あと2週間何も食べない、やばいって、死ぬよやばいよ、すごっ。うん、チョコはちょこっと食べています。見てください、秒でなくなりました。秒でなくなりました。ふんふんふん、2個持ってきてよかった。ふんふんふん、食べるの早いよね本当に最近。でも前より大食いができんくなったというか、あんまそんなって思ったけど、いや昨日は夕飯いっぱい食べたわ正直大袋これ全部食べれるんですけど、我慢するためにこれだけしか持ってきてない、ここにただいまの記録秒ですよね本当に。これも食べよう、これめっちゃ美味しいよマジで。中に入っとるのはこれが黒蜜シナモン揚げ、これがこれ何これ何、蜂蜜バター風味揚げ、これ素焼きアーモンド、蜂蜜揚げ、これはピー揚げ、ピーナッツ揚げ、これはホワイトチョコインスナック、これがソルトあられ。え、これ美味しいんよ。なんか普通のつまみだねはもっとなんかおつまみって感じの中身なんですけど、これ美味しい。なんか甘いやつとかしょっぱいやつとか混ざってる、この程よい量、罪悪感が湧かない量。うわー、牛ちゃんね、どれから食べようかな、うまいのから。黒蜜、うん、いい音。ちょうど名前の通り午後だしね。うんうんうん。うまい。これは蜂蜜バター風味揚げ。うん。ASMR すぎたね、やばいね。これは蜂蜜揚げ。うん、甘じょっぱい、うま。なんかさ、甘いせんべいって美味しくない？めっちゃ好きなんやけど。これソルトあられっぽいな。ソルトあられ。うん、うん、しょっぱい。うん、うん。私これもめっちゃ好き。このピーナッツ揚げ。これだけで入ってるやつもあるやん、大袋とかで。あれめっちゃ好きやもん。もうカロリー怖いけんちょっとあれやけど、
なんかさ、これさ、サクサクやけど軽いやん。なんて言っちゃろ、甘くない。いや、1種類1個じゃない。でもチョコインスナックと素焼きアーモンドは1個。うん、てか最後の方に取っとこう。飯してろ飯してろ。つるとめっちゃ ASMR するやん。うまい。アーモンド食べる。アーモン、うまい。記念配信の時のやつ。めっちゃね、ピーナッツ揚げがいっぱいある。うまい。今しょっぱみを感じてる。幸せです。次はじゃあ甘み。うん、これも大袋、多分6個ぐらい入っとるかな。私最後にチョコインスナックにするけん取っとる。これは結構なんか数意外と入ってる気がする。あ、ちっちゃい。ソルト。うんふん、ピーナッツ揚げ。ちょっと跳ね。なんと最後の一つ。早い。おやつすぐ終わっちゃう。これさ、これもさ、なんかコーンフレーク売り場、コーンフレークの中までさあるやん。これめっちゃ好きなよね。これチョコインスナックめっちゃうまい。これサクサクいきます。うん、うまっ。うん、これにはまりそう。でも初めて見た、このなんか普通のつまみ種はめっちゃ見たことあったけど、うまー。お茶飲もう。うますぎー。衛生丸すぎたね。うまいよー。プリンとゼリーどっちが好き？プリンかな。でもどっちもあんま食べないや。もう一袋あるタケノコの里も食べます。うん、赤の足りんね。全然あかんけど。ちょっと破ろうかな。これは破ります。タケノコニヤニヤ。タケノコ大好き。ゆっくり食べよう。頑張ってゆっくり食べよう。つぶあんとこしあんはどっちも好きだね。選べないね。たけのこ花。
まあ何時だ、もうすぐ4時だ。全然ゆっくり食べれんかった。あと2個。ね、お袋の一袋本当に秒でなくなっちゃう。本当に思う、それ本当に。普通のサイズのタケノコの里も足りんけど、パイの実とかも足りんけど、これはもっと足りん。足りんね。足りん、最後の一個です。うんふん、うまっ、うん、うんふん、うまし、ごちそうさまでした。お茶おいしそうに食べる、よかった。いやね、まだまだね、全然食べていいよ、ね、今日だってなんかいちごとこれしか食べてないって思ったらなんか少なくね。なんか少なくね。ちょっとカロリー入れてみよう、あれに、アプリに。たけのこの砂糖少なくね、気のせい。ご飯食べなさいよって怒られるやつ。これはしかもリップ見て、全然めっちゃ色ある、すごいすごいすごい。まだ今日377カロリーしか取ってない。タンパク質足りない。タンパク質 4.6 しかない、少な。お菓子だからだね。おやつ食べたくなったら食べてください。ぜひ食べましょう。おいしいかったん。タン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 。でも夕飯まで我慢しようかな。ちょっとちょっと満たされたけど今。うんうん、何の話、食べ物の話。うまー。カップ麺開けようかな。やば、この時間に、やば。何ご飯。うんうん、まあ、まあまあ、パッ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 パ。リップめっちゃいいじゃん、この色。まだこっちしか塗ってないけど、でもこっちも私過去に持ってた色かな、もしかして。また似たような色ばっかかっちゃった。私ちょっとダークレッドみたいなのが好きなんですけど、これも見て、そんな感じ、一緒やん一瞬で、これも一瞬やん一瞬やん、これ、え、一瞬やん、やばい、見て、一緒だ、ただ形状が違うだけだ。ほぼ一緒な色買ってる。これまだ一回も乗ってない、まだ取っとこうかな。ウケる、ほぼ一緒なの買ってしまった、一瞬やん。おもろ。マグルスはなんかチフレの買ってみたので塗ってみる。なんかね、これは今のはこっちがマットタイプ、このこっちがねマット、ツヤがない方で、こっちは普通にまあツヤもある方みたいな感じです。ウケるね、ウケた。同じ色ばっか買うけど、これは透明、ツヤを出します。うん、プル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 ちゃん、プルプルチャンネル、めっちゃいいやん。この2個、さっきのはケイトのリップで、これはチフレ、どっちもプチプラだね。スーパー行ってそう見たらあったんよ、いけんね、チフレ。しかもこれリップジェルって書いてある、リップグロスではないんだ。なんかジェルっていうのが分かるかも、確かに。プルプル
いい感じ、めっちゃいい、いい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 んじゃねこの色、めっちゃ良くないこの色、いいやんめっちゃいい、パパパいいですね、お腹も満たされましたし、ちょっとはちょっとはいい幸せな時間になりました。うんうん、さっきまでは全然ねパーカー着てもうソファーで犬とグタグタグダグダネットフリックス見てた人なんですけど、しっかり外羽にしました今日は先ほど今日はなんかあのゆったりって感じなのでゆったりしておるフフ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 フ何しよっかね何しよっか、夜ご飯考える、夜ご飯何かな、どうしよっか、どうしよっかね、何があるかな、パパに何食べようって言おう、トゥルル、なんかパパもお昼はちゃんと食べてないみたいな、仕事とかでって言っとったけ、うん、チュチュルルルル聞いてみよう、よし OK、 みほりんピアノね習っとったんやけど今弾けんね結構習っとったんやけど、いやあの音感とかはついたけど弾けんね。なんかね、うん。ピアノ何歳から何歳まで習っとったっけ？結構なんか6、7年間ぐらい習っとったんやけど、もうおかしくねってぐらい弾けん。多分ねあんま才能なかったよね。ちなみに他のユーフォニウムなら、ユーフォニウムもねある。この棚の中にあるけど、ユーフォニウムさもう周りの景色全部反射するけん映せんのよね、ここに全部反射するけん写真も撮れんけん、真っ白何にもない部屋でやっとったらいいけどね、全部部屋が映るけんダメやねでピアノと UFO はあり、あピアノないわ、あるんですけど UFO ニウムだけはあるんですけど感じそう、あのねお披露目公演で一回やったことあるけど、あんま、まあ、別にあんまりうまくはないので、そうそうなのよ、あパパから返事、ルンルルー、卒業公演でワンちゃん、うーんないよーそれはちょっと半年ぐらい練習させてってなるわ。あとなんか私一人で吹くのが好きなんじゃなくて、吹奏楽部で一緒にみんなで弾くのが好きだったみたい、だからちょっと短くしようかな、だからなんか一人で弾いてもあんまりなんかそんな楽しいと思わんかもしれない。なんか吹奏楽部入っとったけんね、吹部でなんか UFO はメロディーがあるとしたらその裏メロディーみたいな感じのちょっとなんか独特なとこを吹くパートだったんですよ、だから なんかそのなんかメロディーの後ろで弾いてるのが楽しいみたいな感じだったのね、そうだからあんまね一人では、なんだこれ、一人ではね弾いてないね、
練習はしとったけど、葵さんとやったらもう葵さんが上手すぎて無双してしまう。葵さん、トゥ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 、そう、まあ縁の下の力持ちはチューバとかコントラバスって感じだけど、そのチューバとかコントラバスもね同じ部屋で練習してたんだけど、 UFO と音域近いかったりするから、チューバコントラバスとかのバス、バスクラーとかバスサックスとかバリトンサックスとかの縁の下の力持ち、低音楽器の次に支える人だった、真ん中の中低音の楽器だったから私チョコつけれんよ、難しいよ、ずっとガチャガチャしと、ん？あ、こっち側か。トゥルトゥントゥン、トロンボーンとかホルンとかが中低音の花形がトロンボーンだけど、こんな感じで一緒の一緒らへんだった。ホルンと UFO、 あとテナーサックスとかがめっちゃ似たようなパート弾いてて、いつもって感じだったね。真ん中を支えるって感じの。うわ、串ときたいね。ほっ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 、懐かしの吹奏楽、楽楽、弦楽器でいうチェロのポジション、そうなんだ。弦楽器はね全然分からんけんね、うん、コントラバスの一回りちっちゃいのやつみたいな感じのか。いちごの種類多分アマオだったかな。そう、あの友達の親戚がいちご畑あって、それでもらったもらった、嬉しい、いちごいっぱいもらったのでね、お姉ちゃんにもお裾分けした、だからお姉ちゃんに2パックあげて、私は1パック今日食べた。でも大きいけんね、うん、大きいけんなんか 5粒ぐらいで1パックに入ってて、美味しかった美味しかった美味しかった。なんでユーフニウム、なんかね吹奏楽部には絶対入りたいと思ってて、体験入部行った時にユーフニウムだけめちゃくちゃ吹けたんですよ。もうなんか前からやってたぐらいに弾けたのね音がめっちゃ出たし、他の楽器は全然出らんくって、うわやばいやばい、他のやばいやばい、なんか私最初クラリネットやりたかったのに、どうしようって思っとってどうしようって思ったらユーフニウムがめっちゃ弾けたから、ユーフニウムしようって思って入った。でも最初楽器決めとかの前はあのちょっとなんかこの楽器がいい人はここに並んでくださいみたいなのが日があるのよ、楽器を選ばれる日が。その日にユーフニウム3人よって、私合わせて、でユーフニウムは一学年に1人なんよ。だけんうわやばい、もうやばいやばい、はやー UFO しか吹けんのにこれ以外になったら嫌だ、最悪最悪って思っとって、でも頑張って練習してユーフニウムを勝ち取ったユーフニウム勝ち取りましたっていう思い出があります。なんか先生とかが音聞いたりとか唇の形とかも見とんかな、分からんけど、それで楽器を決めてくださるんだけど、 UFO に無事決まったので嬉しかったです、本当にありがたいことに楽譜一応読めるけど平音記号になれてたかな確かにまさにオーディション、それもそうなのかな、なんか徐々に決まっていくみたいな感じ、なんかはっきりあんま言われないけど、なんかちょっと一旦なんか楽器変わる子もいるんよ、やっぱ結構何人もね、だから何週間かその楽器でやって違うのもちょっと試してみるみたいな感じの優しい言い方で他の楽器を試してもらって、なんか徐々にみんなの自分の楽器が決まっていくみたいな感じでしたね。私は UFO で固定できたから良かった、本当に。
これ書こうと思ってたのに忘れとったね。宣伝書こう。そうなんです。一応あの副部長だった、ね、水部一応ね、部長がめっちゃ仲いい子やったよね。その子についていきたいなと思って。ちょっとでオンラインチェキサイン会、オンラインチェキサイン会、お花でも書いておこうかな。ラインチェキサイン会、ちょん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 。おやつもらえると聞いてきました。もう食べちゃった、ごめんね。自分で食べてそれぞれで食べて。よし、チェキ申し込んでくれました、ありがとう。オンラインお話し会とか、とかも今日からまた申し込めるんだったっけな、なんかそんな感じなので、よろよろよろ。オンラインチェキサイン会2月3日日2月3日、何曜日だ、金曜日なんだね。金曜日の夜いいね。18時から、うん、あ、なんかこれ乾いてなかった、ここ。よいしょ。完売要素本当ですか。あ、でもなんか結構言ってくださってる方いたの、落選お話し会ね、落選あったみたいな、ありがたいです本当。そうだね、チェキ会服装何個かやろうかな、そうしようかな。前そうだったもんね、3個ぐらいしましたもんね。と決めて、唯一無二感じ、合ってた。唯一無二、キュキュキュ。クソをポーズ、よし、できた。宣伝用の、みんなが宣伝できる用のスクショを撮ってもらおうかな自撮りも多分するんですけど、よし、 OK、 書けました。タンタンタン、こちら皆さんお知らせです。2月3日18時から、テロップ消すの忘れてました。18時からオンラインチェキサイン会があります。ショートカットになって初めてのチェキサイン会で、しかも多分これで最後のチェキサイン会なので、ぜひ待ってます。イエイ。待ってるよ。じゃじゃじゃん、じゃじゃんじゃん。近めもいる。できたかな。そう、最後のチェキサイン会、響きは寂しいけど、最後、最高の思い出を作りましょう。
そう、ショートで最初で最後のチェキなの。よろしく。よき？早く撮れましたかね。ちょうど3000人の方が見ている。じゃん。卒業されてもおやつ配信。配信しないですね。配信も卒業だね。おやつは続けますけど。おやつ食べることは続けますけど。まあおやつ配信まだ在籍中にやりますので。SNS しないですね。みんなに見せるような SNS とかはしないですね。おやつ食べたばっかりやけど、私の頭の中をここに書いておこう。なんか晴れんかね。晴れんかね。このおやつのこれで、これをこっちに置いて、明日の今から、中身と音、わからん、見るかな。いいよ。よいしょ。はい。ちっちゃと。ちっちゃと近づこう。もう頑張れば見えるか、これで。ちっちゃかった思ったより。よし。あ、でもかわいいね、このボード。しかも文字いい感じに書けるし。待って、卒園しちゃった。卒園しても配信始めるメンバー、いや私はしないですね、本当に。もうスパッとみんなの前から消えると言ったらあれですけど、多分もう見せることはないかもしれん、姿を。ショールームで初めてコメントしたの、みほりのおやつ配信。嬉しい。今日もまたおやつ食べれましたね。嬉しい。やったね。ウィンウィンウィン。昔のアイドルみたいでかっこいい。やったやったやった。もうあのこのアイドル人生、 STU48 の田中美穂というアイドル人生だけ、みんなの前に見せるのはって感じだね。なので配信ももうこのアイドルの間だけです。そうだね、一般人に戻ります。なるっていうか戻るね、戻ります。まあどこかで皆さん同じ日本にはいるので、日本にはいるので、あのどこかでもしかしたら「あ、みょうりんやっほー」くらいは言えるかもしれないので、よろしく。今日は大人っぽい。お、やっとね、黒系だからかな、服が。外羽をやってみたらなんかいい感じになったので、今日も今日も外羽。アイドルみほりんに会える機会いっぱい頼む。そうだね、ぜひ今のうちにリアルお話し会とか。ちょっと待って、お話し会いつ、今日からかね、申し込み見てみよう。申し込み受付期間あった。お申し込み期間 B が今日からか。おお、何時からかな、18時かな。申し込み期間 B が始まります。この間感謝枠が出てたとこが申し込めるのかな、
出ていたら本当にちゃんと。そうなの、2枠覗いて売り切れてた。ありがとうございます。感謝枠もぜひ申し込み待ってます皆さん。ツーショット、ツーショットも最後じゃん。サインとかもお待ちしてます。リアルお話し会も幕張ですっけですっけですっけ、3月25日の幕張メッセがラストお話し会、リアルラストお話し会なのでお待ちしてるよん。やんやん。あ、え、リアル追加、私もあったら嬉しいけどダメなんかね。ダメなんか、ダメだったら物販に出ていきます。じゃあそうします。あの、え、ちょっと言っとこうかな、マジ出て、本当に出ていきたいわ。どの時間とかは分からんけど、マジか、リアル完売、ありがとうございます。どこで分かるの、みんななんで知ってるん、どこに書いてある。どこに書いてあるの、なんで、なんで知ってるの、そうなの。なんかさね、リアル増やしたかったね。あ、キス、落選メールで分かる、そういうことか。あ、そっか、落選したってことはそういうことか、だからか。そっかそっか、物販いろいろ買わされそう。これもいいよ、これもいいよって全部言おう、全部言っとくね。マジ行きたいな物販に。ちょっと早めに言っとけばワンチャン OK な気がする。ない。よし、言っとこ。にゃーりゃーりゃりゃんりゃんにゃ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 。なるほどね、落選してるがすべきこと、すべきことを忘れず、ヨロピク。でもうっかりさんがいたおかげで拾われる人もおるかもしれんけど、わからんけど。まあ自分が来たいから申し込んでるはずなので、うっかりせずよろぴく。よろぴくね。確かに部数追加どうだろうな、今のところ私は何も聞いてないのでわかんないですけど。どうかな。なって感じ。こんにちは、やっほん、どうもこんにちは、やほほい、ほいほい、ほいほいほい。夜になってきた。まだだね。まだ4時だから、まだ夜ではないか、夕方になってきたかね。夜ご飯の時間が近づく、嬉しいな、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 なあなあなあ。昼寝しようかと思ったけど有意義な時間になった。嬉しい、ありがとう、そんなこと言ってくれて。有意義でよかったよ。結構なんかね、平日のこの時間の割には結構来てくれてる方がいるもんね。ありがたい、本当にありがとうございます。嬉しみです。田中はよいしょ。晩ご飯何食べようかな。結構午前中あまり食べてないっちゃ食べてないので、食べてないから、何食べようかな、パパと相談して食べるって感じ。パパと今日は食べれるので。ドゥルル、竹まつるさんかっこいい、ありがとう。いつまでも食べるの好きなみほり、それはもう死ぬまで好きだと思います、安心してください。グッドグッド。じゃらら ん, らららららん、仕事休んでよかった、ありがとう。お、仕事はちょうどいい、やっほー。
まあ、もうちょっとで終わっちゃうんやけど、イヤホン、その微妙な時間に今日は入れてしまいましたが、おやつをね一緒に食べたかったので一緒に食べたくて、ちょっとランランラン、イエイイエイイエイ、ルルルルルルル、やばい、ファーストラブ見たらこれ絶対もうずっと頭から離れんや、もう食べてないよ、やつ食べな、遅いかな、もう夕飯になって、夕飯待った方がいいのかな。ちょっと膨らみも出せ。ラン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 ラララララ。あーね、ポップコーンいいね。あー映画いいね。私なんか見たいのあった気がしたんやけど。港かなえさんのあれ見てなくね。思い出したけど。母性だっけ、母性見てないわって、ちょっと見たくなってきたわ、映画見に行こうかな見に行こうかな母性見に行かなきゃ、結構時間が経っちゃったよね、え、やばいかな、もうない、もしかしてある、大丈夫、大丈夫かな、ちゃんとやってる、あ、ある、ありそう、ありそう、ちょっと待って、大丈夫かな、上映スケジュールあるあるかな、いやなんかしかも他にもなんか面白そうなの始まっとるやん、気になるやん、鏡の古城もねちょっと見たいんだよね私、あとはあのミセスさんが主題歌歌ってるラーゲリより愛を込めてとかちょっと気になるよね、母性もうなくね、もうネットフリーで待つか、母性は。いや今日は見らんけどね、映画すぐにね。なんかこんなに映画増えたんだ今ある映画。トゥ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 ルトゥルルルルル、しかもなんか水曜日とか火曜日とかなんか女の子安いとかガールズ、え、これ見たいんだよな、これ非常宣言ってやつ、そうこの前 CM で見て思ったんだよね、非常宣言、私なんかちょっとスリルある系も好きなんですけど、なんかね、なんだったっけな、なんか飛行機の上から何かが巻かれて、なんか感染症ウイルスのなんかみたいな感じの話、韓国映画なんですけど、こういう感じの好きなんよね、ソン・ガンホさんも出てほしい、イ・ビョンホンさんも出てる、これめっちゃね見たいよね、え、これちょっと見たい、友達誰か、まあ、一人でもいいけどちょっと怖そうじゃないかね、ちょっと見たいかも、こんなに映画やってるの今、鏡の古城も見たいんやけど、どうしようマジやばい、見たいのいっぱいだった、よく見たらやばいよ、これも見たいし、これとあとはまあその2つぐらいか、鏡の古城と非常宣言みたいな、非常宣言が1位やな、見たい1位、見たすぎる、映画習慣いいね、見たいかも、ガチ見たいかも、ちょっと一人でもいいけど見たいね、これ考えとこ、いつ見れるかを考えとこ、ふふふ、映画で盛り上がっちゃったよし、いや邦画よく見る、いや全然そんな映画めったにあんまり見ないんですけど、たまにやっぱ見に行きたくなるくない、映画館に見に行きたくなる、しかものがあるからさ見ます
ウイルスのやつは非常宣言ってやつ。非常宣言。ソンガンホさんとか、ソンガンホさんいつもなんかそういうなんかちょっと怖い系というか、ちょっとそういうのに出てるイメージがある。ね、気づいたらもう1時間経ってたので、そろそろ終わろうかなと思います。初めの夕飯も食べよう。さすがに5時過ぎまで我慢するけど、早めの夕飯を食べよう。よし、ということで、ランキングを読んでいきたいと思います。ではいきます。22位のみほりん賞は今年もまだスチューデンツロスさん。そして13位、イーデックさん。12位ハムさん。11位キグヤさん。10位山本さん。9位エイトさん。8位サワポン。7位ジトクさん。6位フロムナオキさん。5位12番目のユキさん。4位カンちゃん。3位グリーンさん。2位竹まつるさん。そして第1位大地さんでした。ありがとうございました。ということで、また夜ご飯美味しいもの食べるべくこの辺で終わりたいと思いますので、またまた明日の配信かなでお会いしましょう。ということで、最後にじゃんけんして終わります。最初はグー、じゃんけんパー。ありがとうございました。ではでは、皆さんも良い夜を、良い夜ご飯を。またねー。